以下に、日本の大阪府にある高さ150メートル以上だが、例が多くなるため敷地を挙げているの超高層、建築物の一覧を示す。高さは先頭を含むが、アンテナマストは含まない。高さの比較のために、既存の構築物も掲載する。大阪府には高さ150メートル以上のビルが46棟、ある。そのうち最も高いのは、大阪市阿倍野区に2014年に完成した、高さ300メートルの阿倍野ハルカスである。2番目に高いのは、泉佐野市にある高さ 256.1 メートルの、リンクルゲートタワービル。3番目は、大阪市住之江区にある高さ 256.0 メートルの、大阪府崎須庁舎である。日本の超高層建築物を高い順に30番目まで並べたとき、ランクインする大阪府の建築物は、先述の3棟に北浜タワーを加えた4棟である。高さ200メートル以上の建築物は国内に43棟あり、そのうち大阪市に5棟、大阪府には6棟所在する。近年、大阪市では超高層建築物が多く計画されている。具体的に言えば、2000年から2010年9月までの間に150メートル以上のビルが15棟、その後2019年3月現在までに、阿倍野ハルカスを含め15棟が完成した。それ以外にも、150メートルを超えるビルの建築計画がいくつか提案されている。2021年末、現在、100メートル以上の超高層建築物は、大阪市に194棟のほか、堺市に3棟、泉佐野市に1棟、泉大津市に2棟、東大阪市に2棟、吹田市に1棟、高槻市に4棟、守口市に3棟、枚方市に2棟、寝屋川市に2棟、豊中市に2棟、八尾市に2棟、摂津市に1棟の計219棟存在し、これに建設中のものを含めて2026年、大阪府内の100メートル以上超高層建築物は252棟に達する。判例、=同じ高さのため同順位のビル以下は、大阪府にある高さ100メートル以上の自立式構築物の一覧である。高さは、先頭やアンテナマストを含む標準的な高さ測定法に基づく。以下は、大阪府で建設中。計画中の高さ150メートル以上の建築物と構築物の一覧である。ありがとうございます。